始めよう。これでいいの？さっさと終わらせるわよ。はい、いきなりですが、1年と2年で合同実習を行います。通常授業じゃなかったのかよ。細かいことはいいの。ということで、対戦カードを発表いたします。1回戦は野原まきペア VS トゲパンダペア。やった、マキさんとペアだ。よろしくな。こっちはやり慣れたペアだけでいいのか、サトル。シャケ。大丈夫、あんまり舐めてると痛い目見るよ。じゃあ準備はいいかな。始め。ほら、ひれ伏せ、てめえら。マキさんのお通りじゃ。やめろ、余計なことすんな。トゲ、準備はできたか。シャケ。そんじゃ、やりますく。タケナ、私の番。へこませ、覚悟しな。さあ、始まりました。今日解説は特級呪術師五条がお送りいたします。なんか始まったぞ。いつものことだ、気にせず行こうぜ。トゲ選手とパンダ選手は1年の頃から共に戦ってきたペア。いくらバックでしょう。一方のマキ選手と野原選手は学習姉妹の即席ペア。これがどう試合に出てくるか。出た、強烈な一撃。これは効いている。スルッラにかなわぬ。クライアル動いてるぞ。だけね、おりゃナイス連携。立てる、やってやる。てめえの攻撃は見切った。どうですか、ここまでの試合運び。一つ一つの技をしっかり決めていくことが呪術師としての力量といったところでしょうか。ガンガンやじゃねえか。置いてくぞ、私を舐めすぎだな。全然ないでいけ。さてね、止めてやる。さてね、ガンガン。まだ倒れないわよ。やるじゃねえか。本当野原マキシンと追い詰められている。このまま負けてしまうのか。追い詰める。残り時間もあとわずか。ここからどう決めていくのか。まずは一人だ。おかか。マキさんなら絶対大物術師になれますよ。あっそ、そんなん余裕に決まってんでしょ。勝ちましたね、マキさん。結構危なかったけどな。ということでジュースをごれ。いや、聞いてねえよ。敗者は勝者の言うこと聞くくらい当たり前だろ。おたかはつべこべ言ってねえでコーラ買ってこい。野原は、じゃあ私もコーラで。やれやれ。どの任務がいいか。